島クッキング。今日は広島市西区甲午にある韓国家庭料理茶屋で自分の畑で採れた旬の食材を使って本場韓国の味にする韓国お袋の味のスペシャリスト、チョン・ミジャさんの登場です。チョンさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今週はまだまだ寒いので体が温まるレシピというテーマで紹介していきます。今日はこちらを作ります。はい、まあ体を温めるなら韓国料理にお任せですよね。そうですね。はい、今日は韓国風のちゃんぽん麺です。はい、ちゃんぽん麺というとこう白っぽいイメージありますけど、そうですよね、韓国は赤いんですね。韓国はね、赤いのもあるけど白いのもやっぱりあります、うん、両方あるけど今日は赤い方を作るわけですね。白いのを皆さん召し上がることできるじゃないですか。だから今日ちょっと変わったのは赤い方、ね、これね、どうやって赤くするかっていうのが今日のねポイントになりますんでね。そうですよ、はい、ぜひ楽しみにしておいてください。はい、さあ、それでは早速クッキングスタートです。はいはい、さあ、お野菜から参りましょうね。はい、はい、いきます。今日はね、はい、白ネギ、 白ネギは体にいいです。風もいいし、うん、これはね、斜めちょっと太めに切りますね。はい、まあ今日のちゃんぽん、もともとね、ちゃんぽんというとやっぱりね、野菜がたくさん、具だくさんというイメージですけど、そうですよ、いっぱい野菜が入ります。そうです、はい、野菜4回いっぱい入ります。うん、はい、はい、もうすごい入りますね。人参はこうちょっとあの平に大きめに切ります。はい、薄切りにしてくださいね。はい、今日は 30g 使います。はい、こうやってからちょっと平にね、同じぐらいに皆さん切ります。はい、はい、さあ、その他の野菜です。うん、はい、あの玉ねぎはちょっと薄切りにしてます。一口サイズぐらいですね。はい、4分の1個です。はい、もうキャベツも一口サイズ、ちょっと大きめの一口サイズです。はい、チョンさんの畑で採れました。はい、はい、ありがとうございます。はい、これ椎茸を、はい、まだまだ野菜入ります。はい、干し椎茸だけを水で戻しておいたものを薄切りですね。薄切りですね。はい、はい、ちょっとあんまりも薄くしないように適当な感じでしてくださいね。はい、はい、このぐらいでいいと思います。今日は3枚使います。はい、体にいいです。いいものばっかり今入ってますよね。そうですね。うん、まあ、野菜も多いんですけど、その他のね、お肉と魚介もいっぱいあるんですよ。そうです、今日は豚肉はちょっと薄切りですので、口で合わせて一口サイズぐらいに切ってます。はい、100g を食べやすい大きさにしておいてください。はいはい、それとエビはもう、うん、きれいに殻を全部取って、はいはい、背中もきれいに取ってから、塩水で洗ってますので、はい、皮と背わたを取ってあります。そうです、はい、もうこれもタコもイカも全部、うん、塩水で全部きれいに洗ったら、うん、臭みが全部なくなりますので、うん、しっかりじゃこう塩もみして、でその後洗うって感じですね。そうですね、その方が美味しいと思います。はい、もうプリプリなんですよね、この辺がね、食べた時にね。はい、はい、じゃあさあ、フライパンですが、フライパンね、ちょっとやりますね。ここからが今日のポイントの一つなんですね。す、はい、ここに今ごま油がちょっと入ってますね。はい、大さじ1入っています。はい、ここにごま、はい、韓国の粉唐辛子が大さじ2入りました。はい、はい、ここに2、そしてすりおろしのニンニク大さじ1、はい、生姜は小さじ1。はい、ここに醤油を入れます。おいくち醤油大さじ1、はい、これからやりますね。はい、ということで、まだ具材は入ってなくて、こういうね、そうです、これをね、しっかりこう炒めるんです。これ調味料をなんかまず炒めていくんですね。はい、これがとんがらし、醤油油、とんがらし油になります。とんがらし油、はい、はい、これをね、どのぐらい炒めたらいいのかっていうんですが、うん、もう焦げないようにすぐ焦げるんですから、早くこう混ぜて。わあ、でもいい香りがしてきましたね。うん、そうですね。はい、これがね、結構いろいろ使えますので、うん、湯豆腐、冷ややっこでもいいし、野菜炒めにも入れてもいいし、お豆腐にそのままちょんと乗っけてもいいし、炒め物に使ってもいいし、そうです。結構使えますので、これじゃあ一回大量に作っておけばいいわけですね。そうですね。はい、これ大量に作って冷蔵庫で1ヶ月ぐらい持ちますので、辛いのが好きな方はぜひ。あ、1ヶ月ぐらい持つんですか。そうです、はい、この鍋もそのままのフライパンにごま油まだ入れます。唐辛子油を作った後のそのままのフライパンで大丈夫です。はい、ここにお肉を入れますね。はい、これをしっかり炒めます。まずは豚肉を炒めていきます。はい、はい、ちょっと色が変わるまで炒めますね。今日はね、お肉も魚も野菜も具だくさんのちゃんぽんなんですけど、そうです、ちゃんぽん麺がうどんなんですね。そう、ですね、皆さん言うんですが、韓国はね、麺がうどんなんですよ。
普通に言うラーメンみたいなその中華麺ではないんですか？中華麺は韓国はないんです。ない、うん、麺が種類がいろいろあるんですが、チャプチェの作るだけさつまいもの麺とかトウモロコシの麺とか、チャプチェとか冷麺とかの独特のああいう麺はありますけど、あるんですが、これラーメンだけのラーメンの麺はないんです。で、うどんはあるわけですね。うどんはあります。うどんはなんでうどんか分かります？分からない。実はね、うどんは韓国から行っとるもんだからそのままうどんなんです。へえ。はい、もうここでいいですね。韓国からなんですか？はい、韓国から日本に、日本のものが韓国にいたじゃないですか、うん、それで日本でうどんだから韓国もうどんになってる。日本のうどんがそのまま韓国に行ってうどんになってるってことですね。はいはい、そのままうどんなんです。さあ、魚介も炒めていきます。はい、こうやってしっかり炒めますね。これしっかり炒めとったらね、うん、臭みがなくなるし、香ばしくてうまくなりますので、はい、ここに塩コショウちょっと振りますね。はい、はい、今日ね、味付けシンプルなんです ね。もう超シンプルですね。もうこれだけに、はい、ですので、ここで塩コショウをして、はい、はい、それでうまみがね、イカとかエビとか、うん、全部生じゃないですか。これしっかり炒めとったらうまみすっごい美味しくなります、ね、生臭さも消えて旨味だけがアップしていく、アップしていきますね。香ばしくて美味しい匂いしますね。はい、これで野菜を入れましょうか。はい、はい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 、すいません、お願いします。キャベツ入りました。はい、次は、はい、次はネギ入れてもらいましょうか、はい、ネギ、はい、はい、と玉ねぎ、玉ねぎ、はい、はい、よいしょ、はい、と人参、はいはい、はい、すいません、はい、ありがとうございます。椎茸も、はい、もういいですか？はい、いいです、お願いします。はい、すごい量ですよ。そうですね、韓国では麺を食べるいうのじゃなくて、うん、ちゃんぽん言っても麺を食べるのに具をたくさん食べるんですよね。韓国ご飯でもご飯が少しなんです、実は、うん、でも野菜いっぱいおかずがあるじゃないですか、韓国は、はい、だからメインがご飯じゃなくておかずがメインになるんです。あ、それで気づいたらたくさん野菜も食べることができるという。そうですよね、韓国でビビンバ言ったらご飯は少なく少しじゃないですか、うん、具がいっぱい入っとるじゃないですか。じゃあご飯とかうどんもこうメインでしっかり食べるんじゃなくて、野菜ちょっとでおかずをいっぱい食べる。そうそう、体のために。韓国は食べるのいうのはもう口の中入れるのが健康が第一。うんうんうん、うん、はい、いいですね。だからいろんなものが食べられる。そうですね、ここに今入れますね、はい、これが。さあ、野菜も炒めたところで先ほどの唐辛子油が戻りました。これで赤くなっていくわけですよね。そうです。なのでこの唐辛子油を入れなかったりとか、ちょっと量を抑えたりすると、まあ白っぽいちゃんぽんも作れるということですね。そうですね、はい、もうこれで。いやー、もうこのまま炒め物で食べたいぐらいですね。そうですね、これでも大丈夫ですよ、美味しくなりますよ、はい、このままでも大丈夫ですが、でも今日はちゃんぽんですので、はい、そうなんです、はい、出し入れましょうか、お願いします、はい、さあ、ここに鶏ガラスープ 500ml が入ります。はい、よし、もうこれで。味付けはシンプルですけど味は深いですよね。いろんな具材の旨味が出ますよね。そうですよね、本当何も入ってないような感じだけど、全部生でじゃないですか、出汁がしっかり出ますので、うん、はい、この手ちょっとコトコト炊くように置いときましょうか、はい、はい、ここで今日の皆さんがびっくりする麺がうどんです。はい、なのでここはお好みの麺類でもいいということですよね。そうですね、ちゃんぽん麺でもね、中華麺でもね。そうですね、はい、まあ、私は韓国のを作るから麺がうどんですが、うん、ここで日本の韓国で行く場合はやっぱりここはうどんで行ってほしいというね。そうです、ぜひうどんでも美味しいので一回召し上がってみてください、はい、韓国にはラーメンがないんです。インスタントラーメンはよく食べますよね。ラーメンに言ったらインスタントラーメンしかないんです。あ、そうかそうか、うん、はい、いいでしょうか、はい、はい、さあ、お好みの麺を温めておいて、はい、丼に入れておいてください、はい、はい、さあ、そしてもうコツコツ焼きますね。これもうスープよりも具の方が多いという、そうですよね、これがちゃんぽんなんです、はい、
行けますね。盛り付けます。うわあ、具沢山。具沢山。ね。本当にもうおかずを食べる、具を食べるというちゃんぽん麺ですね。そうですよね。はい。もうね、うどんが見えなくなるぐらいかけてください。かけてください。はい、そうです。はい。はい。こちらで韓国風ちゃんぽん麺完成です。さあ今日の材料はご覧のようになっています。ポイントです。ごま油と粉唐辛子などをしっかり炒めることで旨味のある唐辛子油を作ることができます。こちら冷蔵庫で1ヶ月ぐらい日持ちがしてね、そのままお豆腐にのせても美味しいし、炒め物にもぴったりということです、はい、ぜひ作ってみてください。そして魚介類は炒めることで生臭さを消し旨味をアップさせています。さあそれでは韓国料理大好きな先生さん、はい、今日はもう鼻の穴が食べる前から膨らんでますねこの香りいい香りしてますね。はい、そうですね。いただきます。本当に具沢山、はい。うどんが見えないでしょ。うわ。熱いですからね。熱そう。うん、うわ、美味しそう。うん。うわ、美味しい。美味しい。スープの色からしてちょっと辛いのかなと思いきや、うんね、野菜の甘みがすごくスープに出てて、そうですよね、うん、全然激辛ではないですね。そうですよね、うん、でも辛さが弱い方はまあまあ調整してから多めに入れてもいいし、少なくに入れてもいいし、うん、また魚介もいいですね。いやもう野菜と肉と魚介をまさに食べるというね、食べる、これは温まる。お腹いっぱい食べてもヘルシーですので大丈夫です。美味しい、はい、ぜひ皆さんもね寒い日に作ってみてください。チョンさんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあこのコーナーラクーマクッキングがパソコンやスマホでご覧いただけるようになりました。番組のホームページから YouTube の RCC 公式チャンネルラクーマクッキング動画がこちらから楽しめます。今日の動画もね随時アップしていきます。ぜひホームページのレシピと合わせてお楽しみください。さあ明日は野菜ソムリエの花井さんに生姜を使った野菜のリボンしゃぶしゃぶを教えてもらいます。こちらもお楽しみに。